集団接種の予約システムを3倍に増強してあす5日から受付を再開します横浜市は3日午前9時から高齢者を対象にインターネットと電話でワクチンの集団接種の予約受付を開始しましたがアクセスが集中してわずか45分で中止しました対象は80歳以上の34万人でしたが200万件以上のアクセスがありました このため横浜市は他の自治体と共用していた予約システムのサーバーを独立させ容量も3倍に増強し600万アクセスに耐えられるようにしました。